はい、こんにちは。札幌占い美容室相葉橋のことです。今回はロングレイヤーの、スタイルを、2パターンちょっとやっていきたいと思うんですが、非常に簡単な方法でやっていきます。ウィッグを切るというよりは営業ベースのカットをちょっとやっていきますので、ちょっとあまりにも簡単だなって思うかもしれないんですけれども、営業を想定してやっていきたいと思います。まずですね、ハーフウェットの状態を作っていただきたいんですが、ハーフウェットは、今までもちょっと説明しているんですけれども、まあ、お客さんがね、自宅でやる状態って美容室で乾かした状態とちょっと違うと思うんですね。根元の癖がちょっと残っている状態を、まあ、ハーフウェットで作っていくというような感じです。理由としてはお客さんが自宅でできる、再現性ができるっていうところで、同じような状況を作ってカットしていきたいということですね。ハーフウェットの状態は以前もやりましたが、こうペーパーを当ててですね、ペーパーが湿らないぐらいですね、ちょっと湿るぐらい、極端に湿らないぐらいが、ベストです。はい、こうやった時にあんまりベチャベチャにならない状態ですね、ちょっと濡れてるぐらいが、理想のハーフウェットの状態で、ペーパーを当てた状態で、皆さん設定してください。はい、まずですね、分かりやすいように、イヤーとイヤーからちょっと分けていきたいと思うんですけれども、まずウィッグがですね、かなり毛が薄いので、少し難しい部分もあります。で、実際お客さんで来た時に毛量が多い方はいいんですけど、結構そぎが入っている方もいらっしゃいます。そういう時にですね、ウィッグを切るのとお客様を切るっていうのは全く別物になるんですね。で、ウィッグはある程度、このウィッグは毛量がちょっとね、最近のウィッグって毛量少ないんですけれども、毛量がちょっと、あるウィッグで、想定したとしても、例えば大体皆さん切っていく時ってロングレイヤーをどういう風に切るか分かんないですけど、ベースをこう切りまして、こういう感じにですね、こう切っていくわけですよね。逃がして切っていくんですけれども、実際ですね、これを疑問に思うことが1点ありまして、オンラインスクールのね、皆さんはしっかりこう切られてると思うんですけど、一般的な、僕が疑問に思うロングレイヤーのカットなんですけど、このカットをただやっているだけにしか思えなくて、ディスっているとかではなくて、ちょっとその目的がわからない、明確化していないっていうところですね。ただこうやって、切って、なんとなくの流れでこう切っていると。で、ネープの方も、グラデーション入れてとかこう切っていくんですけれども、チョップカットしてですね、対してじゃあここの長さをこの長さに切りたいのかっていう部分なんですよね。で、疑問点があって、下の長さが決めたから上がこの長さになるというふうにしかちょっと解釈ができなくて、それって少しおかしいんではないかなと。上の長さをどれぐらいにしたいのか、本当にここをこんだけの長さに切るべきなのか。実際ですね、毛先がすごい薄くて、薄い方にこういう風に段を入れてしまうと、すごいこの辺がバサバサしてきてしまったりとか、逆にレイヤーを入れることによって条件が悪くなってきてしまうこともあるんですね。流れでこういう風に切ってしまう、なんとなくね、今までのヘアカットっていうのを見ていくと、やっぱりそういう流れであるので、皆さんはそういう風に、若手の美容師さんとかもそういう風に切っているんですけれども、実際そのこうやって切ってる理由は何なのかなっていうところを分かってるのかなっていう部分もちょっとあります。展開図をしっかり頭に入れて切っている方もいるんですけれども、前回のね、オンラインスクールでもちょっとお伝えしたんですけれども、僕は、ゴールを先に見つけて、そのゴールに向かって逆算をしていきたいというふうに思っております。ヘアカットにおいて、スタートからですね、いかにかっこよく、スタートを切り、そして、かっこよい姿でマニュアル通りに走ってっていうよりも、ゴールを見つけたらそのゴールにいかに早く、行けるか、本当に必要なとこに必要なものができているのかっていうところが、カットする上でとても気になってしまいます。もっとシンプルで自由で、
楽しくてカットはいいんじゃないかなというふうに思っているので、マンネリ化してしまっている、ただ切っている、このただ切っているっていうのがどうしても気になります。ただ切っているっていうのは美容師さんの自己中心的な発想であって、お客様にあまり関係ないことだと僕は思っておりますので、お客様が求めている長さはどこなのかなというゴールを見つけてあげることが一番先決なんではないかなというふうに、思っております。例えばお客様がここにレイヤーを入れてほしくないかもしれないですよね。もしかしたら下を切るだけでいいかもしれないです。例えば今日のウィッグですね、この薄いこのウィッグからしてみると、ここにレイヤーを入れる必要がじゃあ実際あるのかなっていう話も考えられます。こんだけ薄いウィッグだと、ベースを切って、極端にこうレイヤーのベースを切ってしまうとすごいスカスカになってしまったりとかですね、ちょっとしてしまうわけですね。であれば下を切って、顔周りを切って、じゃあそれでいいんではないかなと、お客さんの場合に関してなんですけれども、ウィッグを切るときはそれはダメだと思うんですが、実際の実践、それからウィッグを切るっていうのは分けて考えていった方が、僕はいいかなというふうに思っております。例えば一番簡単な例なんですけれども、まあ、今までの、ね、動画を見ていただくと非常にシンプルで、あまりにも単純すぎるヘアカットかなっていうふうに皆さん認識があるかなと思うんですけれども、無駄な部分を省いていくことによって必要なところがどんどん見えてきます。でその必要なところに時間をかけてあげるということが非常に必要かなというふうに思っております。例えばじゃあちょっと切ってみたいと思うんですけども、まずじゃあすごい、美容師さんじゃなくても切れそうなロングエアのカットですね。本当に単純なカット、ワンレングスを切って顔周り軽くするぐらいの簡単なカットをちょっとやってみたいと思います。まずですね、僕は基本イングラでカットしますから、ここをイングラでカットしていきます。はい、まずですねベースをまずアウトラインを決めていきます。はい、こういう風にアールを入れてカットしていきます。反対の方が見やすいかもしれないですね。反対でちょっとやっていきます。見えますでしょうかね。はい、こっちの方が見やすいと思うので、まずアールですね。このアールを入れることは、なんでアールを入れるのかっていう部分ですね。これは収まりを良くしたい、コンベックスを作っていきたいっていう部分でアールを入れております。はい、で、いつも言ってます、コームは毛先まで入れません。理由としてはお客様の癖を壊してしまうからですね。何度も言ってますが、お客様がしっかりこういう風に毎朝コーミングを入れるかっていうと、そんなことはないと思います。お客様は大体適当にこういう風に溶かして、あと手ぐしでやるぐらいですから、根元の癖というのを変に殺してしまうと、実際毛先のズレが起きてしまって、狙った、重さだったりとか出せなくなるんですね。ということはコーミングをしっかり入れていくっていうことは、ちょっと違うんではないかなということを思います。僕は大体この途中でコームを抜いてしまうんですね。あと指だけでいきます。ゆっくりやります。はい、例えば髪の毛、ここからこの長さがあったとしたら3分の2ぐらいまでコームを入れて、あとはコームを外します。指だけで、イングラを作っていくことによって、お客さんの癖をですねなるべく活かしてあげるということです。ここでも外しちゃいます。でイングラでカットしていきますね。このようにカットしていきます。でそのまま切り進んでいきますね。まあ、本来ですね顔周りから切ったりするんですけど、今日はウィッグですので、ちょっとね分かりやすいようにバックからちょっとやっていきます。コームをちょっと外して、あとは指です。これがFカット理論の、フィンガーカット、指でこうカットしていくっていうようなことにつながります。コームを抜いて指で作っていきますね。はい、コームを抜いて指でイングラを作っていきます。今使っているのはショーバルタンといって、カービングシザーなんですね。カービングシザーでも笹刃ではなく、ブラント用のショーバルタンベースを作っていく、ハサミになります。まあ削ぎもできますけれども、笹刃とかでこうスライドするカービングシザーとはちょっと違います。はい、僕は基本的にストレートシザーは使いませんので、やはり
ベースカットはすべてカービングシザーでカットしております。このショーバルタンですね。はい、このようにR を入れていきます。コームを途中で逃がして、はい、このような感じに、ちょっと徐々にですね前に進んでカットしていきます。はい、サイドは特にですね、もう、ほとんどね一回コーム通してから手でこう押さえるぐらいです。なぜかというと、ここの距離感がバックより短いですから、すごい浮いてしまう、もしくは癖がすごいですね、殺してしまう可能性があるんですね。これしか距離がないのに、これ以上にコームを入れてしまうと、耳もありますので、テンションかかってそこが伸びてしまいます。それが上に上がった時にズレが生じますので、サイドはですね、ほとんどコーミングをしたら、あと指でこうやる感じですね。いいでしょうか。サイドはコーミングしたらもう指でやる。バックの方はですね、少しコーミングして、サイドはもうほんとこんな感じです。ノーテンションでカットしていきます。そして反対側をカットしていきます。バックの方はですね、そうしちゃうとちょっと難しいので、3分の2までコーム入れて、はい、切りやすいように、あとは指だけでやっていきます。はい、今度隣ですね。はい、コームを抜いて指でカットしていきます。これをちょっとやるだけで本当に持ちがすごく変わるんですね。で、このサイドは一回コーム通したら、あと指で、カットしていきます。コームを一回通したら指でカットですね。サイドに関してはイヤートゥーから前はそのように僕はカットしてます。こんな感じですね。コームを通したらすぐ指で持ってきます。あくまでも切りやすいようにコームを使うというような感じですね。はい、癖を殺さないようにして、センター切ります。で、一周カットしましたね。で、今前髪長いのでちょっと前髪を切りたいと思うんですが、前髪のですね、こちら見えますでしょうかね。ここにちょっとガイドを、まあ、非常に分かりやすいようにちょっとやりたいと思うんですけど、まずここのガイドを最初決めたいと思います。で、実際どこにしたいのか、お客様はどこにしたいのか、そして自分はどこがいいと思うのかっていうのを非常に大切にしていきます。例えばじゃあお客さんが鼻ぐらいの高さで切ってほしいといった場合、ちょっと長めにカットしていきます。で、徐々に、お客さんが求めている長さというところを求めていって、お互い話し合いのもとにちょっと決めていきたいと、僕は決めていきたいですね。はい、まあ、鼻ぐらいがいいって言われれば、まあ、この辺でカットしていきます。ここはね、ちょっとぼかして切るので、ちょっと今チョップカット入れましたけれども、はい、センターのガイドですね。ここはあまり広く取らないでください。はい、で、今お客さんとディスカッションしながら、じゃあもうちょっと短くしてくださいと、はい、ここで、分かりましたと。で、ほとんどコームいりませんから、このままそーっとイングラに入れてるんですけど、角度はこういう感じですね。はい、イングラに入れて、はい、じゃあもうちょっと切りますねということで、ちょっとここはぼかしてカットしてます。これはガイドですから、で、このぐらいで大丈夫ですかってことをお客さんとディスカッションします。この時もテンション入れてしまうと、思ったよりもこの癖毛がこっちにあって上に上がってしまうってことは非常に多いので、前髪こそノーテンションで切る必要があります。イコール、コームを入れない感じですね。軽くコームを切りやすいように入れたら、あとは指でテールで、僕の場合はこう引き出してですね、ここの三角ベースをちょっとガイドで取ります。この三角ベースってのは指2本分の三角ベースなので、約3センチです。はい、その3センチのところを、R に入れて、ちょっとここでですね、センターの長さをちょっとラウンド状にカットして、あ、じゃあこの辺でいいですよっていうことでお客さんが決まれば、ここで、次カットしていきます。で、皆さんに分かりやすいように、ちょっとやっていきたいと思います。こっちをねちょっと止めましょう。そして、サイドチェンジっていうのを使います。はい、これはまあちょっと顔周り短くする場合のロングレイヤーのカットなんですけれども、はい、ここの前髪とちょっとつなげていくんですが、お客様の、あとは、結構毛量が多い場合とかのやる方法としては、もっとシンプルに、必要なとこに必要なことをやっていくってことが大切かなというふうに思っております。はい、で、こっちの場合は、同様にですね、で、どうですか、このぐらいの長さで大丈夫ですか、いや、もうちょっと切りたいと、はい、っていうような感じに、ディスカッションしながらカットができるんですね。じゃあここで決めましょうと、じゃあなるべく内巻きに入るように、
ちょっと調節していきますねということで、ただこれだけなんですね。はい、非常に簡単なんです。ですけど皆さん難しくこうやられている、マニュアルが非常に多いので、全く、時間の無駄なのかなっていう部分がちょっとあります。こういうちょっとですね、まあ、変化球の考え方なのかもしれないですけれども、無駄を省いた、こういうカットをしていくことによって、皆さんのカットの幅がどんどん広まっていきますし、そして体も楽ですし、カットがまあ楽しくなりますね。自分の感覚で切っていけるという部分ですね。であとお客さんとディスカッションして切れるっていうのは非常に楽しいです。型にはまった、いつも言ってます、1点が決まったらその1点、を1点からつなげていって、切り直しができないっていうよりはゴールを最初に決めてしまいます、お客さんと。じゃあそのゴールにどうやったら早く迎えるのかなっていう部分を逆算していくっていうようなカットが僕はこれからは必要なんではないかなっていう部分で、考えております。はい、っていうのがまあ一つのスタイルになっております。はい、ちょっと簡単なね、カットすぎるんですけれども、すぐ営業でできますので、皆さんのやっているカットにプラスアルファ、皆さんやられているカットは上手だと思いますので、そのカットに、この中のねテイストを一つでもいいのでちょっと入れてあげることによって、今までと違ったヒントというか、ひらめきっていうのが間違いなくあると思いますので、そこをちょっとですね、融合して、今までよりももっとお客さんの求めている1センチもしくは1ミリっていうのを求めてカットしていただけたら、面白いのかなというふうに思っております。はい、ということでこの簡単なレイヤーカットはこれでちょっと終わりたいと思います。